こチャンネル。皆さん目の前にこちらぬめりこうじたけというキノコがあります。見てわかる通り傘がぬめってるのでぬめりこうじたけです。でひだはですねこちら黄色い観光があるのでイグチ科のキノコです。皆さん目の前にあるこの丸いもの、これはですね地下生菌ではなく酵母筆という珍しいキノコの幼菌です。酵母筆もね卵からこのようにこれがパカッとなって伸びてくるキノコなんですけれども、現在幼菌が今見えてるとこで2個、でさらにね下にもあるんですね。でね、周辺に8個ぐらい酵母筆の幼菌がありますので、そのうち生えた姿を動画でお見せできるかと思います。皆さん目の前にキノコがあるんですけれども、奥にもあります。これはこういう色のキノコではなく、ホウベニシロアシイグチ、ここにねちょっとね柄の部分に要素が残ってるんですよ、にヒポミケス菌という菌がついた状態です。奥のキノコもそうです。イグチかテングタケ科に比較的つきやすいんですかね。ヒポミケス菌という菌がキノコの周りを覆って色を変えてしまっている状態ですね。